スーニはアメリカ合衆国産の日本で調教されている競争馬である。馬名はイタリアの地名のスニが由来。主な勝倉は2008年の兵庫ジュニアグランプリ、全日本2歳、優秀、2009年の JBC スプリント、2010年の黒船賞、東京スプリント、2011年のサマーチャンピオン、東京坂月、JBC スプリント、兵庫ゴールドトロフィー。 2008年3月にアメリカのカリフォルニア州で開かれたバレッツマーチセレクトセールにおいてナービックインターナショナル名義により12万ドルで落札されその後吉田和美の持ち馬となったデビューは10月12日に京都競馬場で行われた2歳新馬戦ここで2着に七馬進をつけ圧勝すると自走の500万条件戦も難なく勝利しデビューに連勝を飾る 三戦目、初の重賞挑戦となった、兵庫ジュニアグランプリでも、圧倒的一番人気に応え勝利。そして迎えた、大一番、全日本二歳優勝でもゴール前、手綱を緩める、余裕価値を収め無敗で二歳、ダート王座に輝いた。なお、この勝利が、上京市の吉田直弘にとって、中央、地方を通じて、初 GI 制覇となった。 その後は UAE ダービーに遠征するプランもあったが2009年の春シーズンは NHK マイルカップを目標にすることを陣営が表明した2009年は目標となる NHK マイルカップを見据えて初の芝レースとなるアーリントンカップから始動2番人気に支持されたが12着と大敗初黒星を喫したこれ以降はダート戦線に戻り 4月5日の伏了ステークスに出走。出遅れたものの最後の直線で追い上げ、ナサニエル、名称ダグザとの花さの接戦を制し、一番人気に応えた。続く5月6日の兵庫チャンピオンシップでは、道中3番手を追走したが、最後の直線で握るゴールデンチケットに、首差届かずに着となり、ダート、初黒星を喫した。ジャパンダートダービーでは番人気に押されたが、 6着に終わった。その後、新設重賞のレパードステークスに3番人気で出走し2着、コバとの初対戦となった9月30日の東京坂月では、同中五6番手で追走し、直線で追い上げるも届かずに着に敗れた。11月3日の JBC スプリントでは、一番人気に押されての出走となった。コースタートから後位2番手に取り継ぎ、3、 4コーナー中間地点で先頭を走るポートジェネラルをかわしにかかり、外からアドマイアスバルにかぶせられるものの、4コーナーでアドマイアスバルを振り切って優勝。GIQ 競争2勝目を挙げた。続く12月6日のジャパンカップダートに出走したが、道中中段で追走したが直線で失速し14着と惨敗した。2010年は1月31日のネギシステークスから始動。 3番手でレースを進めたが、直線で伸びきれず4着に敗れた。本番のフェブラリーステークスでは9着に終わった。3月22日の黒船賞では、道中4番手追走から徐々に進出し、直線入り口で先頭に立つと、外から追い上げた当選ブライトに一番新反差をつけて、勝利した。続いて4月7日に、大井競馬場で行われた、東京スプリントに出走。逃げていた、 ポートジェネラルを最後の直線でかわし、富士のウェーブの追撃を抑え勝利した。5月3日の柿記念では、外目の3番手で追走し、直線でも追い上げたが逃げる、スマートファルコンを捉えきれず2着に敗れた。5月26日の先玉杯では4番手、追走から交渉面中ほどで先頭に立った、スマートファルコンを追う展開になるも捉えきれずまたもや2着に敗れた。 2ヶ月半の間隔を置き、8月18日のサマーチャンピオンでは断然の一番人気で出走したがスタートで後手を踏み、4着に敗れた。10月6日の東京ズキでは中段で控えるレースをするも直線で伸びきれず5着に終わった。11月3日の JBC スプリントでは中段から追走も直線で伸びきれず4着に敗れた。 12月12日のカペラステイクスでは3.4番手、追走から直線で一旦戦闘に立つもそこから伸びず7着に終わった。12月28日の兵庫ゴールドトロフィーでは2番手を追走し直線で一旦戦闘に立つも、当選ブライトにかわされ2着に敗れた。2011年は3月14日の黒船賞から始動する予定だったが、東日本大震災の影響による、 開催中止の浮き目に遭う。3月21日のポラリスステークスから始動したが13着に大敗、東京スプリントでも11着と惨敗。立冬ステークスでは中段で控えるレースをするも直線で伸びきれず8着に終わった。先玉敗は道中は中段を追走し追い上げ3着に入った。プロキオンステークスでは中段から追走も直線で伸びきれず8着に敗れた。 サマーチャンピオンでは2番手に取り付き3コーナーで、先頭に立つと直線で後続を引き離して、勝利を挙げた。東京サカズキでは、中段のやや後ろを追走し直線で左内から足を、伸ばすと粘るラブミーちゃんを捉えて勝利した。JBC スプリントでは、後方4番手でレースを進め、後方のまま直線に入ると、大外から伸び、先に抜け出していた、ラブミーちゃん、セイクリムズン。 ダッシャー5号をまとめてかわし、1分10秒1のコースレコードで勝利した。兵庫ゴールドトロフィーでは、トップハンデの、59. 5 9 5ラムで出走。道中は、後方2番鉄一層から先に抜け出した大偉人を、直線半ばで捉えて、勝利、交流重賞連勝記録を4に伸ばした。2012年は3月20日の黒船賞から、始動 スタートで出負けし、後方2番手で追走も、直線で伸びきれず4着に敗れた。4月18日の東京スプリントでは、見せ場なく11着、5月30日の先玉杯では5着に、終わった。7月8日のプロキオンステークスでは、中段から追走も、直線で伸びきれず10着に敗れた。8月15日のサマーチャンピオンは、テイクアベットの3着だった。 黒船賞から指導し10着。3月23日付で JRA の競争場登録を抹消され、船橋の川島正幸厩舎へ移籍した。2014年9月7日に川島正幸調教師が請居したため、暫定的に川島正一厩舎に所属変更となった。同年10月1日付で登録を抹消された。その後、ノーザンホースパークに移動した。 日本における近親は、四大母ファンセファルミスの産区で繁殖品馬として日本に輸入されたファン市民から広がるメス系を中心に揃っている。ラインクラフト、アドマイアマックス、ソングオブウィンド、ブロードマインドなどがこれにあたる。詳細はファン市民のメス系を参照。ありがとうございます。